オーバーアンダーパスのカウンターで相手がオーバーアンダーに来た時に来てもらって、本当に肩止めます。ちょっと短いと思って肩を、はい、肩を止めてここに隙間作りますね。でしたら左手離して左手で逆手で体を起こしてもらって相手の右襟を握ります。握ったら手を離して相手が落ちてきます。その時に左足を使って左ももと左手首で相手の首を、挟みます。で相手が前進してくると締まらないので右手で相手の肩を止めます。そして右手目いっぱい押して左手は引く、左足も押す、この力で、相手の首を挟んで締めます。